これもあの時と同じようなものかなと思ったの。そんな風なこと彼に対して思ったことなんて今まで一度もなかったの。彼のことが少しずつ好きじゃなくなっていってる気がする。そういうことをしてみようというふうには彼は思いつきさえしないみたい。あなたはできるの？ねえな、ここ泣かないで。あ、そうか。もう一年経ったのかって飲みにしてしまうだろうな、多分。分かったわ。友達になりましょう。村にこれから悲惨な出来事が起こると言っている人もいるし、いや、悲惨なことは日曜に起こってしまってもう取り返しがつかないと言っている。